はいどうもチューチマンベイビー K でーす。こんにちは。今日はですね、ちょっと比較動画をね、撮ろうと思っております。まあ何の比較かと言いますと、マフラーの比較なんですけど、まずね、こちらはね、うちのファンファミリーのヤマジンさんの HX。はい、でこちらがファミリーのヤスさんのトライクになりまして、両方ね同じ20年式のミルウォーキーの114になります。はい、で、ヤマジンさんの方がモータースウェイさんのバズーカで、まあ、こちらもバズーカ全く同じなんですけど、これのヤマジンさんの方が、まあ、エアクリとマフラー、旧廃棄で言ったらエアクリマフラーで、粘腸をダイレクトリンクで粘腸してる。はい、でこちらヤスさんの方がもちろんエアクリマフラー入れて、あとカムの交換、それとダイナマシンで粘腸を取ってる。はい、これの音量がね、どれぐらい違うのか、要はまあ、カム交換してるかしてないかでどれぐらいアイドリングの音が違うのかどうかっていうところはちょっとね、結構まあ僕も気になりますし、皆さんも気になるかと思うんで、まあ、とりあえずですね、こちらのカムが変えてるか変えてないかでどのくらい差が出るのかちょっと検証してみたいと思います。はい、OK Vape Ride On。Don't fool me, we don't know chase. Don't fool Kamado no Ryu. Break it up for the end.じゃあ行きましょうか。こういった風にね、ここでこう数字が出ますんで、はい。はい、そしたら、ヤスさん一回エンジンをかけていただいて、お願いします。はい。ヤスさんの方がだいたい平均値で、97.8 ぐらいデシベルですね。じゃあ次ヤマニさんのお願いします。はい、これすごい結果になりましたね。あのね、ヤマジンさんの方でアイドリングの平均値がだいたい85.6 デシベルで、ヤスさんの方で96.7ぐらい、だからもう10ぐらいは変わる、10デシベルぐらいアイドリングで変わります。はい、多分走行中も多分全然違う音になりますね、これ絶対的に。銃も違う、これ全く同じエンジンで、まあ燃焼もしてますけど、ヤマジンさんの方で、あ、ちょっと詳しい方撮ろうか一回。 K でーす。ヤマジンさんの方でこれエアクリが、これちょっとノーマルチックに見える、ノーマルチックっていうかノーマルに見えるんですけど、中が、アレンネスのハイフロータイプのエアクリ入ってます。はい、で液倍はノーマル
で、カムもノーマル、はい、で、こっち来てもらってこちらがバズーカが入ってる、バズーカが入ってる。で、年長が、ダイレクトリンク、ダイレクトリンクで年長を取っているが山陣さん。そしてヤッサン、ヤッサンの方はエアクリが、アレンネスのドリフトが入ってて、で、カムがティーマンの001、001のティーマンが入ってます。これが、中低速のトルクカムでしたよね。トルクカム。はい。それと、エキパイが、バンス。エキパイがバンスのデュアル。バンスが入ってます。エキパイが。はい。そしてから、はい、こちらがバズーカの、うちのね、CCMBK のコラボマフラーが入っております。はい、で、年長がダイナマシンで撮っております。いや、これちょっとでもすごいよね、この感じ。全然違うくないですかこれ。じゃあ、ちょっとお二方登場してもらいましょうか。はい。はい。ヤッサンと山陣さんでございまーす。これアイドリングで10違いますけど、どうですか、そんな感じします、そんな感じしますやっぱり、はい。ここで聞いてても全然違いますけど、音自体は。全然、こう、ヤッサンの方が全然でかい。全然違います。はい。でも、やっぱこう、カムを変えて、まあ、エキパイの加減も絶対ありますよね、これね。エキパイの加減も絶対あると思いますけど、やっぱカムも多分だいぶでかいと思うんですよ、カム。だからカムとエキパイ変えたら、もう同じマフラーやけど、ここまで音量は違う。アイドリングで 10dB 違うって多分相当違うんで、結構な爆音ですね。山根さんの方もかなりでかいんねんけど、でもやっぱこっちの方が、ヤサの方がかなりの爆音になってますね。多分これ後でちょっと走行動画もちょっと撮りますけど、どんな感じで客観的に聞いたらどんな感じの音になるのかっていうのもちょっと撮りますけど、でもヤサさんちょっと聞きたいんですけど、カムを変える前にバズーカだけ変えてる時にもちょっと乗ってるじゃないですか、はいはい。で、その時とカムを交換した後のやっぱ音とか乗り味とかどんな感じで変わりました、うん。まあギアで行くと1速上がった感じ、うん、カムを変えた後の方が、はいはい、余裕が出た、余裕が出た、うん。まあ、あとは振動とか、はい、振動、鼓動感が、鼓動感、はい、まあ、全然別物、あ、全然別物、別物、あ、やっぱもう明らか違う、明らか違う、カムを変えると明らか違う、明らか違う。あ、で、自分で乗ってて音量の差って分かるんですか、うん。要はカムを変える前のバズーカの音とカムを変えた後のバズーカの音、別物、あ、別物、別物、あ、音も乗り味ももう別物、別物。やっぱカムを変える意味ってやっぱありますね、やっぱなんか114というか、まあ、ミルウォーキーはカムを変えたら、まあ、爆裂に変わるって言われますけど、やっぱカムを変えるべきだって言われますけど、やっぱカムを変えるだけの価値はあるとですね、ですね、楽しい、楽しくなります、楽しくなりますね。でもカム交換年長を取るといくらぐらいかかるんですか。カム交換と年長で35、6万ですか。普通にもうなんか 250cc のバイク買えますもんね、あ、それだけでね、それだけで買えますもんね。だからここなんですよね、ここが壁なんですよね。これが多分ね、7、8万とかでできたらやりたいですけど、うん、35万なかなか用出しませんね。はい、カムだけで多分単体やったら7、8万ですよね。カムの部品ってことですか。部品だけやったら、あ、部品で7、8万ぐらい、ただそれに付随する部品を変えて、あと工事、あ、あと工事が、ね、高い高いですけど、でもまあやるだけの価値はあったということですよね。あったということですよね。多分ね、悩んではる方は多分いっぱいいてるんですよ。カム交換したいな、年長取りたいな、まあ、カム交換したら絶対年長がもう必須なんで、カム交換だけで年長なしはないんで、基本的にはもうカム交換したら絶対年長っていうことは、だから、まあ、30万からぐらいはやっぱかかってくるっていうことですね。まあ、どこで年長取るか、何で年長取るかもそうですけど、で、山根さんのとこやったらモーターステージさんで、年長取ってるんで、ダイレクトリンクで年長取ってるんで、まだ多分そこまで高くないんですよ。そこまで高くない。でもまあダイナマシン乗せるとやっぱり、まあ、ディーラーさんでやってもらったっていうのもあるし、ダイナマシン乗せるとやっぱりより精度が高いっていうところで、まあ、やっぱりちょっとね、値段は上がっていきますけど、でもまあ簡単に取る年長もありますし、まあ、FP3 じゃカム変えてて FP3 じゃちょっと頼んないかなっていうところはあるんで、まあ、ダイレクトリンクとか、あとはまあダイナマシンに乗せるっていうのが一番ね、最適かなとは思いますね、はい。で、あとはちょっと走行動画を撮って、客観的な音がどんな感じになるのかちょっと一回ちょっと見てみたいと思います。お願いします。はい、チュチュマン。
is tough, the beat is tough, the beat is tough. Hit me back. The beat is tough, the beat is tough. The beat is tough, the beat is tough, the beat is tough.